園田競馬、今日はメインレース重賞レース農林水産大臣賞典第20回目を迎えます。兵庫ゴールドトロフィー、この第6レースに組まれています。まもなく発走です。それではメンバーご紹介していきましょう。1番は船橋からの参戦サロルンです。52キロ鞍上は高知の赤岡修司、2番名古屋名勝大関51キロ小谷周平、3番 JRA サクセスエナジー 58.5 キロ松山光平、4番イルティモーネ52キロ川原翔一、5番川崎ベストマッチョ56キロ船橋森タイト、6番ナチュラリー52キロ笹田智弘、7番 JRA ゴールドクイーンは 55.5 キロ下原治、8番岩手 2M マイスター 52キロ地元兵庫の大垣和馬、9番成田ミニスター52キロ吉村智弘、10番 JRA トップウィーナー56キロ和田隆二、11番寮の手走路53キロ田中学、12番 JRA ラプタス 57.5 キロ三幸秀明の騎乗です。以上のメンバー12頭立て。短距離戦線ダートグレード競争闘技を飾る一戦です。兵庫ゴールドトロフィー、過去19回すべて JRA 勢が優勝。スターター台上第6競争兵庫ゴールドトロフィーです。数えて20回目、19連勝中の JRA 勢、その壁に風穴を開ける地方勢出現なるか。6番ナチュラリーが収まりました。10番トップウィーナー入って、最後に12番のラプタス。オーストワーク12番ゲート、ラプタス入って枠入り終わりました。スタートしました。おっとつまずいてしまったか。12番ラプタス先行争いはまずは6枠2頭行く構えを見せます。ゴールドクイーン、そして8番 2M マイスター、その内側からは5番のベストマッチョ、ベストマッチョが花に立ったか。外10番トップウィーナーが今4番手、インコース1番のサロルンです。今日も好意に控えます。2馬身差6番ナチュラリーは6番手、その後ろ外から12番ラプタス追い上げて、インコース3番サクセスエナジーも中段グループ、この圏内に9番成田ミニスターです。そして4番イルティモーネ後方グループ、外11番リョウのテソーロ、1頭置かれて2番の名勝大関です。2コーナーのカーブ付近です。先手奪ったのは5番ベストマッチョ川崎からの参戦森タイト、リードは首ぐらいです。7番ゴールドクイーンがぴったりマーク2番手、向こう上目に入っています。2馬身離れまして10番トップウィーナー外から、インコースは1番のサロルンです。間には6番のナチュラリー加わっていく、その後ろから12番ラプタスが追い上げ体勢に入りました。その後ろインコースをついて3番のサクセスエナジーもまだ中段グループ、3コーナーのカーブを迎えます。その後ろに成田ミニスター中段です。先頭変わらず5番のベストマッチョ、その外10番トップウィーナー、12番のラプタス並んでいく、3頭横に広がりました。2馬身相手1番のサロルンは現在4番手前、3頭に食い下がっていく、少し離れて3番サクセスエナジー5番手、直線に向きました。ベストマッチョが先頭、12番ラプタスが追ってくる、この2頭の争い、3番手にはインコースから3番サクセスエナジー、サクセスエナジー接近、しかし粘るベストマッチョ、ベストマッチョ先頭、サクセスエナジー内、外ラプタス、ベストマッチョが合理、並んでいた3番サクセスエナジー、これは際どい。12番のラプタス外3番手、前の争いどう上がるか、際どい勝負。ベストマッチョが粘るところへ内から最後サクセスエナジー、これは際どくなりました。ゴール前のリプレイでご確認ください。もうベストマッチが完全に押し切ったかと思われましたが、その内から伸びてきた3番サクセスエナジー、中段からの差し足を見せて並びかけてゴール前、 JRA の20連勝か、あるいはそれに待ったをかけたか。ゴール前のリプレイ、12番のラプタス、やや苦しくなったか、3番手に見えます。さあ粘っているベストマッチへ内から並んできた3番サクセスエナジー、最後の最後どうでしょうか。森大斗騎手懸命によって粘っていましたが、松山光平3番サクセスエナジー内で並んでいきました。
これは際どくなりましたが、ゴール前どうか、どうでしょうか。これは全く並んでいます。内3番サクセスエナジー、外が5番のベストマッチョ、 JRA20 連勝か、地方馬初の優勝か、もう全く並んでいますとお伝えします。クビサ12番のラプタス3番手、スタート後手に回りながら道中動いていってよく粘っていました。差のない3着力を示しました。まだゴール板着順表示板上がっていません。なお4着に9番成田ミリスター、地元もよく頑張りました。1番サロルン5着、今着順上がりました。3番サクセスエナジーが勝っていました。内から差し切った3番サクセスエナジー、また JRA 勢の優勝となりました。20年連続 JRA 勢、あと一歩粘りきれなかった川崎のベストマッチ、惜しい2着、12番のラプタス3着です。3番5番12番の順、6レース兵庫ゴールドトロフィーが終了しています。確定までもうしばらくお待ちください。